あババババ芥川龍之介安吉はずっと以前からこの店の主人を見知っているずっと以前からあるいはあの海軍の学校へ赴任した当日だったかもしれない彼はふとこの店へマッチを一つ買いに入った 店には小さい飾り窓があり、窓の中には大正期を掲げた軍艦三笠の模型の周りに、キュラソーの瓶だの、ココアの缶だの、星どうの箱だのが並べてある。が、軒先にタバコと抜いた赤塗りの看板が出ているから、もちろんマッチも売らないはずはない。彼は店を覗き込みながら、マッチを一つくれたまえ と言った。店先には、高い勘定台の後ろに、若いすがめの男が一人、つまらなそうに佇んでいる。それが彼の顔を見ると、そろばんを縦に構えたまま、にこりともせずに返事をした。これを持ちなさい。あいにくマッチを切らしましたから。お持ちなさいというのは、 タバコに添える一番小型のマッチである。もらうのは気の毒だ。じゃあ、朝日を一つくれたまえ。何かまいません。お持ちなさい。いや、まあ、朝日をくれたまえ。お持ちなさい。これでよろしけれや。いらぬものをお買いになるには及ばないです。 すがめの男の言うことは親切づくなのには違いない。が、その声や顔色はいかにも不愛想を極めている。素直にもらうのはいまいましい。と言って、店を飛び出すのは多少相手に気の毒である。安吉はやむを得ず、勘定台の上へ、一銭のどうかを一枚出した。じゃ、 そのマッチを二つくれたまえ。二つでも三つでもお持ちなさい。ですが、代はいりません。そこへ幸い、戸口に下げた金銭サイダーのポスターの影から小僧が一人首を出した。これは表情の朦朧としたニキビだらけの小僧である。旦那、マッチはここにありますぜ。 安吉は内心外貨をあげながら大型のマッチを一箱買った。台はもちろん一銭である。しかし彼はこの時ほどマッチの美しさを感じたことはない。ことに三角の波の上にホマエ線を浮かべた商標は額縁へ入れてもいいくらいである。彼はズボンのポケットの底へちゃんとそのマッチを落とした後。 とく,とくとこの店を後ろにした。安吉は自来半年ばかり、学校へ通う往復に、たびたびこの店へ買い物に寄った。もう今では目をつぶっても、はっきりこの店を思い出すことができる。天井の梁からぶら下がったのは、鎌倉のハムに違いない。欄間の色ガラスは、漆喰塗りの壁へ、 緑色の日の光を映している。板張りの床に散らかったのはコンデンスドミルクの広告であろう。正面の柱には時計の下に大きい日ご読みがかかっている。その他、飾り窓の中の軍艦三笠も、金銭サイダーのポスターも、椅子も、電話も、自転車も、スコットランドのウイスキーも、 アメリカの星ぶどうも、マニラの葉巻きも、エジプトの紙巻きも、燻製のニシンも、牛肉のヤマトにも、ほとんど見覚えのないものはない。ことに、高い感情台の後ろに仏頂面をさらした主人は、飽き飽きするほど見慣れている。いや、見慣れているばかりではない。彼はいかに咳をするか。 いかに小僧に命令をするか。ココアを一缶買うにしても。フライよりはこちらになさい。これはオランダのドロステです。などといかに客を悩ませるか。主人の一挙一動さえことごとくとうに心得ている。心得ているのは悪いことではない。しかし退屈なことは事実である。 安吉は時々この店へ来ると、妙に、教師をしているのも久しいものだな、と考えたりした。そのくせ、前にも言った通り、彼の教師の生活はまだ一年にもならなかったのである。けれども、万法を支配する変化は、やはりこの店にも起こらずには済まない。安吉はある初夏の朝、 この店へタバコを買いに入った。店の中は普段の通りである。水を打った床の上にコンデンスドミルクの広告の散らかっていることも変わりはない。が、あのすがめの主人の代わりに勘定台の後ろに座っているのは西洋髪に言った女である。歳はやっと19くらいであろう。インフェイスに見た顔は猫に似ている。 日の光にずっと目を細めた、一筋も混じり気のない白猫に似ている。安吉は親と思いながら、勘定台の前へ歩み寄った。朝日を二つくれたまえ。はい。女の返事は恥ずかしそうである。のみならず出したのも朝日ではない。二つとも、 箱の裏側に曲実器を描いた三笠である。安吉は思わず、タバコから女の顔へ目を移した。同時にまた、女の鼻の下に長い猫の髭を想像した。朝日よ。こりゃ朝日じゃない。あら、本当に。どうもすみません。猫。 いや、女は赤い顔をした。この瞬間の感情の変化は、正真正銘に娘じみている。それも当世のお嬢さんではない。五六年来後を経った、権優者趣味の娘である。安吉はバラ線を探りながら、竹比べ、燕口の風呂敷包み、柿つばた 両国、カブラギ清方、その他、いろいろのものを思い出した。女はもちろん、この間も環状台の下を覗き込んだなり、一生懸命に朝日を探している。すると、奥から出てきたのは、例のすがの主人である。主人はミカサを一目見ると、大抵様子を察したらしい。 今日も相変わらずにがりきったまま、感情台の下へ手を入れるが早いか、朝日を二つ安吉へ渡した。しかし、その目はかすかにもしろ、微笑みらしいものが動いている。マッチは女の目もまた猫とすれば、喉を鳴らしそうに小びを帯びている。主人は返事をする代わりに、 ちょいとただ点灯した。女はとっさに感情台の上へ小型のマッチを一つ出した。それから、もう一度恥ずかしそうに笑った。どうもすみません。すまないのは何も朝日を出さずに味方を出したばかりではない。安吉は二人を見比べながら、彼自身もいつか、 微笑したのを感じた。女はその後、いつ来てみても、感情台の後ろに座っている。もっとも、今では最初のように、西洋髪などには言っていない。ちゃんと赤い手柄をかけた、大きい丸まげに変わっている。しかし、客に対する態度は、相変わらず妙にウイしい。 王体は使える。品物は間違える。おまけに時々は赤い顔をする。全然おかみさんらしい面影は見えない。安吉はだんだんこの女にある好意を感じ出した。と言っても恋愛に落ちたわけではない。ただ、いかにも人慣れないところに気軽い懐かしみを感じ出したのである。 ある残暑の厳しい午後、安吉は学校の帰りがけにこの店へココアを買いに入った。女は今日も勘定台の後ろに講談クラブか何かを読んでいる。安吉はニキビの多い小僧に万宝店はないかと尋ねた。ただいまあるのはこればかりですが。小僧の渡したのはフライである。 安吉は店を見渡した。すると、果物の缶詰の間に西洋の甘さんの商標をつけたドロステも一缶混じっている。あそこにドロステもあるじゃないか。小僧はちょいとそちらを見たきり、やはり満然とした顔をしている。ええ、あれもココアです。 じゃあ、こればかりじゃないじゃないか。ええ。でもまあ、これだけなんです。おかみさん、ココアはこれだけですね。安吉は女を振り返った。心持ち目を細めた女は、美しい緑色の顔をしている。もっとも、これは不思議ではない。全然、乱魔の色ガラスを透かした。 午後の日の光の作用である。女は雑誌を肘の下にしたまま、例の通りためらいがちな返事をした。はあ、それだけだったと思うけれども。実は、このフライのココアの中には、時々虫が湧いているんだが。安吉は真面目に話しかけた。しかし、 実際、虫の湧いたココアに出会った覚えのあるわけではない。ただ、何でもこう言いさえすれば、万法天の有無は確かめさせる上に効能のあることを信じたからである。それも随分大きいやつがあるもんだからね。ちょうどこの小指くらいある。女はいささか驚いたように、感情台の上へ半身を伸ばした。 そっちにもまだありやしないかいあ、その後ろの戸棚の中にも。赤いのばかりです、ここにあるのも。じゃあ、こっちには女は、あずまげたを突っかけると、心配そうに店へ探しに来た。ぼんやりした小僧も、やむを得ず、缶詰の間などを覗いてみている。安吉はタバコへ火をつけた後、 彼らへ白車を加えるように考え考え喋り続けた。虫の湧いたやつを飲ませると子供などは腹を痛めるしね。彼はある避暑地の鹿島にたった一人暮らしている。いや、子供ばかりじゃない。家内も一度ひどい目にあったことがある。もちろん妻などを持ったことはない。 何しろ用心に越したことはないんだから。安吉はふと口を閉ざした。女は前かきに手を拭きながら、遠惑そうに彼を眺めている。どうも見えないようでございますが。女の目はおどおどしている。口元も無理に微笑している。ことに滑稽に見えたのは、 鼻もまた、つぶつぶ汗をかいている。安吉は女と目を合わせた刹那に、突然悪魔の乗り移るのを感じた。この女はいわば、おじぎ草である。一定の刺激を与えさえすれば、必ず彼の思う通りの反応を呈するのに違いない。しかし、刺激は簡単である。じっと顔を見つめてもいい。 あるいはまた、指先に触ってもいい。女はきっとその刺激に、安吉の暗示を受け取るであろう。受け取った暗示をどうするかは、もちろん未知の問題である。しかし、幸いに反発しなければ。いや、猫は飼ってもいい。が、 猫に似た女のために魂を悪魔に売り渡すのは、どうも少し考えものである。安吉は吸いかけたタバコと一緒に乗り移った悪魔を放り出した。不意を喰らった悪魔はトンボ返る拍子に小僧の鼻の穴へ飛び込んだのであろう。小僧は首を縮めるが早いか、続けざまに大きい草目をした。じゃあ仕方がない。 ドロステを一つくれたま前。安吉は苦笑を浮かべたまま、ポケットのバラ線を探り出した。その後も彼は、この女とたびたび同じような交渉を重ねた。が、悪魔に乗り移られた記憶は幸せと他には持っていない。いや、一度などは、ふとしたはずみに天使の来たのを感じたことさえある。 ある秋も深まった午後、安吉はタバコを買ったついでにこの店の電話を借用した。主人は日の当たった店の前に空気ポンプを動かしながら自転車の修繕に取り掛かっている。小僧も今日は使いに出たらしい。女は相変わらず勘定台の前に受け取りか何か整理している。こういう店の光景は いつ見ても悪いものではない。どこかオランダの風俗がじみた、もの静かな幸福にあふれている。安吉は女のすぐ後ろに、受話器を耳へ当てたまま、彼の愛憎する写真版のデホーゲの一枚を思い出した。しかし、電話はいつになっても容易に先方へ通じないらしい。 のみならず交換士もどうしたのか、一二度何番へ、を繰り返した後は、全然沈黙を守っている。安吉は何度もベルを鳴らした。が、受話器は彼の耳へ、ぶつぶつ言う音を伝えるだけである。こうなればもう、出う下などを思い出している場合ではない。安吉はまず、ポケットから、スパルゴの、 社会主義早わかりを出した。幸い電話には、現代のように、蓋の謎えになった箱もついている。彼は、その箱に本を載せると、目は活字を拾いながら、手はできるだけゆっくりと、強情にベルを鳴らし出した。これは、横着な交換者に対する彼の先方の一つである。いつか、 銀座終わり町の自動電話へ入った時には、やはりベルを鳴らし鳴らし、とうとうサバシ五郎を完全に一遍読んでしまった。今日も交換紙の出ないうちは断じてベルの手をやめないつもりである。散々交換紙と喧嘩した挙句、やっと電話をかけ終わったのは二十分ばかりの後である。安吉は、 礼を言うために、後ろの感情台を振り返った。すると、そこには誰もいない。女はいつか、店の戸口に、何か主人と話している。主人はまだ、秋の日向に自転車の修繕を続けているらしい。安吉はそちらへ歩き出そうとした。が、思わず足を止めた。女は彼に背を向けたまま、 こんなことを主人に尋ねている。さっきね、あなた、ゼンマイコーヒーとかってお客があったんですがね。ゼンマイコーヒーってあるんですかゼンマイコーヒー。主人の声は、サイ君にも客に対するような不愛想である。ゲンマイコーヒーの聞き違いだろ。う。 玄米コーヒー。ああ、玄米からこしらえたコーヒー。なんだかおかしいと思っていた。玄米って八百屋にあるものでしょ安吉は二人の後ろ姿を眺めた。同時にまた、天使の来ているのを感じた。天使はハムのぶら下がった天井のあたりをようしたまま、 何にも知らぬ二人の上へ祝福を授けているのに違いない。もっとも、燻製のニシンの匂いに顔だけはちょいとしかめている。安吉は突然、燻製のニシンを買い忘れたことを思い出した。ニシンは彼の鼻の先に浅ましい形骸を重ねている。おい、君、このニシンをくれた前、 女はたちまち振り返った。振り返ったのはちょうどゼンマイの八百屋にあることを指した時である。女はもちろんその話を聞かれたと思ったのに違いない。猫に似た顔は目をあげたと思うとみるみる恥ずかしそうに染まり出した。安吉は前にも言う通り、女が顔を赤めるのは今までにもたびたび出会っている。けれども、 まだこの時ほど真っ赤になったのを見たことはない。あ、ニシンを女は小声に問い返した。ええ、ニシンを。安吉も前後にこの時だけは、花だ首相に返事をした。<laughs> こういう出来事があったのふた月ばかり経った頃であろう。 確か、翌年の正月のことである。女はどこへどうしたのか、ぱったり姿を隠してしまった。それも三日や五日ではない。いつ買い物に入ってみても、古いストーブを据えた店には、例のすがめの主人が一人、退屈そうに座っているばかりである。きちはちょいと物足らなさを感じた。 また、女の見えない理由に、いろいろ想像を加えなどもした。が、わざわざ不愛想な主人に、おかみさんは、と尋ねる心持ちにもならない。また実際、主人はもちろん、あのはにかみ屋の女にも、何々をくれたまえ、という他には、挨拶さえ交わしたことはなかったのである。そのうちに、 冬ざれた道の上にもたまに一日か二日ずつ暖かい日陰がさすようになった。けれども女は顔を見せない。店はやはり主人の周りに光涼とした空気を漂わせている。安吉はいつか少しずつ女のいないことを忘れ出した。すると二月の末のある夜、 学校のイギリス語講演会をやっと切り上げた安吉は、生暖かい南風に吹かれながら、格別買い物をする気もなしに、ふとこの店の前を通りかかった。店には、伝統の灯った中に西洋酒の瓶や缶詰などがきらびやかに並んでいる。これはもちろん不思議ではない。しかし、ふと気がついてみると、 店の前には女が一人、両手に赤子を抱えたまま、たわいもないことを喋っている。安吉は店から往来へ刺した幅の広い電統の光に、たちまちその若い母の誰であるかを発見した。あばばばばばばば、ば女は店の前を歩き歩き、 面白そうに赤子をあやしている。それが赤子を揺り上げる拍子に偶然安吉と目を合わした。安吉はとっさに女の目の瞬瞬する様子を想像した。それから嫁にも女の顔の赤くなる様子を想像した。しかし女は済ましている。目も静かに微笑んでいれば、 顔も教習などは浮かべていない。のみならず、意外な一瞬間の後、揺り上げた赤子へ目を落とすと、人前も恥じずに繰り返した。あばば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 ば。ばあ安吉は女を後ろにしながら、我知らずニヤニヤ笑い出した。 女はもうあの女ではない。度胸のいい母の一人である。一びこのためになったが最後、古来いかなる悪事を儲かした恐ろしい母の一人である。この変化はもちろん女のためにはあらゆる祝福を与えてもいい。しかし、娘じみたサイの代わりにずうずうしい母を見出したのは、 安吉は歩み続けたまま、傍然と家々の空を見上げた。空には、南風の渡る中に、丸い春の月が一つ、白白とかすかにかかっている。芥川龍之介作、あばばばば。 お相手は村上陽でした。ではまた。